はい、どうもー。はい。ちょっと、始まった。なんと、こうしよう。これをずらそう。これをずらしてやろう。そう、こうやってやればなんとか。はい、どうも。楽しいおいしいご飯の時間ですよ。ごめんなさい。大変長らくお待たせいたしました。これはもう、待って。お待たせいたしました。いけるか。いけるか。大丈夫か。お待たせいたしました。チキンタッタッタ。はあ、喉乾いた。喉乾いちゃった。喉乾いちゃったよ、もう。お待たせいたしま、今日か、発売今日か。ちょっとごめんなさい、いただきます。ってことは、明日にすれば、明日の効果にすればいいのか。そうすれば、お前大変長らくじゃなくて、なかなかいいペースでというか、あれ早かったんじゃないのと、木島今回もちょっと頑張って早くやったんじゃないのというふうになるってことか。よくやったぞ木島と、木島君よくやった。で、あれちょっと褒めてあげようか。ちょっと褒めてあげようかというふうになるんじゃないの。大変長らくお待たせ、お待ちしておりませんでしたとか言って、またまたまたとか言ったりとかして、なる、マクドナルドの神です、あれです。そうなるんじゃないの。そっか、いけるか、いける、いけるか、いけるか、うん。こうポテトね、やって瀬戸内レモンタルタル、瀬戸内レモンタルタルでございます。好きでした、タッチ、タッチ好きでした。もちろん朝倉みなみさんも好きです。達也、克也も好きでした。もちろん好きでしたよ。原田だよね、原田くんだよね。あのいつもボケてん突っ込んで、ズーズン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 って言って登場するの、原田くんですよね。好き、好きです。瀬戸内レモンタルタルポテトコーラ、まあ、いいや。あとパンチ好きです。あのオンオンオンって鳴く、今ちょっと大きい声出さない方がいいかなと思ってやってないですけど、ワンじゃなくてオンって鳴くパンチ好きです。頭でドンって飛んでくる、頭でドンって飛んでくるあのパンチ好きです。あともちろんあのキャッチャーの、あれキャッチャーの名前忘れた。とりあえず食べながらいただきます。あー美味しいね。違うって迷うって青春だ、青春だな、青春の味がするな、しっかりと。うん、うんふん、チキンカツタはあれせんじゃうしら、バンズもそうだし、あ、今回のレモンソースいいな。あ、非常にいいわ。あれキャッチャーの、大好きだったのに名前がパッと出てこない、なんでだろう、悔しいな。西南の西村、新田昭雄、バットこの構えの新田昭雄、柏葉英二郎兄弟、英一郎だと思ったら英二郎の方だったっていう、ちょっと泣きそう、あの名シーン思い出して泣きそう。
柏部英二郎監督が、あのグラさんの入院して暑い日、うわ思い出し泣きそうだな、もう泣いてるわ今。看護さんが雨その前に窓が開いてて風ふわって吹いててね、夏は好きなんですよ、夏は好きなんですよ、懐かしいなあのシーンね、僕が好きだったな。あのおじいちゃんの監督、名前忘れちゃったけど、キャッチャーなんだっけ、キャッチャー、まあ、悔しい、まず悔しい、うーん、なんで西村とか新田とか覚えてたっけ、原田、あれ本当になんだっけ、野村でも佐々木じゃなくてもない、野田、野田じゃない、あれ、お願いします、やっぱケチャップ、あれ本当なんすか、あのキャッチャーの人の名前でっかい、調べはすぐ出てくるけどね、他にもたくさん登場人物いたはずだけど名前まで思い出してるのがそんだけ、記憶って人の記憶っていうのは本当そういうもんですよ、僕だけか、コウタロウ、コウタロウ、コウタロウだ、コウタロウ、うん、コウタロウだよね、確かコウタロウだ、あっちある、ちょっと食べ終わってからしたけど、確かコウタロウで当たってると思います、コウタロウで、うん、あの優しい男、練習熱心、いや思い出したら泣きそうになることがシーンが多いね、タッチももう一人にしないでくれよなっつって、確かそうでしたよ、うん、うん、こうやっても美味しい、これカツヤばっかか、これカツヤばっかか、瀬戸内の方はカツヤばっかか、うん、
っと待ってくださいね、調べます。光太郎は絶対当たってる。あの、名字が思い出せない。タッチ、キャッチャーの名前。あのキャッチャーの、いや、しまった、取れた。主な登場人物、上杉達也、上杉和也、うん、そりゃそうだ。朝倉みなみ、おい、そこで終わっちゃった。いや、野球見た。松平幸太郎だ、松平だ、松平幸太郎です。幸太郎当たったでしょ。178もあるんだね。92キロ。じゃあそんなに太ってないよ。だって僕169センチ、高校の時の話ですよ。今も150センチですけど。で、93キロでしたから、あんな太った書き方はちょっと違うな。ちょっと違う。そうだって178の92なんだ。もっと痩せてるな、じゃあ。栄太郎、小太郎か、うん、柏葉英二郎、そう、柏葉英二郎監督ですよ。英一郎じゃなくて英二郎が来ちゃったってやつです。夏は好きなんですよ。あれもう本当に、あの監督は西尾だったのか。まあいい。新田由香。そう、新田明夫の妹ね。佐々木、佐々木って誰だ。西尾重則。西尾監督、そうです。またちょっとタッチ、黒木、ああ、黒木、はい、ああ、広瀬幸雄、久保田隆、長尾光輝、中島慎吾、丸山和夫、なんか丸山和夫の名前、住子は新田明夫ですよ、そりゃ。ごめんなさいね、これ。この時間、ごめんなさいね。大熊、うん。つくだ。もちろん。西南は西村ですよ。あの、自転車でキューキューキューって、自転車の。そうそうそう。よく転倒、そうそうそう。思い出したら涙が出てくるね。思い出したら涙が出てくるね。タッチも。松平幸太郎でした。瀬戸内レモンタルタル。チキンだったった。非常に良かった。瀬戸内レモン非常に良かったです。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、頑張っちゃった。あ、痛い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 。